あとはもう沖でガンガンな、ガンガンちょっと体型を、タイなどを釣りたいんだが、いつになったらタイが釣れるんだい。猫のためにもね。あ、ここにもこんなのがいるけど、これもハゼなのかな。ちょっとなんだろう、沖に出たからちょっと違うのかな。あ、なんか違うの人だ。カニかなこれ。ってことは沖だったら、これフォルムは今までの傾向からカニだったからな。よし、タカアシガニだ。よーし。お、なんかでっかいのいる。でっかいの、でっかいの、ちょっと待ってよ。これ、さあ、これが見えてるか、お前に。お前、でかい、でかい。うわー、行っちゃったー。行っちゃったよ、戻ってこないの。あ、来た来た来た。こっち来い、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 こっち。でか、でか。でか。やっぱ夜だから、なんだあれは一体。戻ってこないか。くそ、ちょっとあげよう、もう。あんなでかいのが、あんなでかいのがいるのか。これじゃあピンポイントで行くしかないんだね、じゃあこの。あ、来た来た来た。ここだ、ここだ。お前のこのルート、散歩道を読んで、来た来た来た、来い。もうちょいこっちな。ああ。だがさっきのあれだと戻ってきてたから、もう一回来るんじゃないか、こっちに。来ないか。くそ。もうちょいな、沖なんだけどな。あ、あ、いたいた。あ、あ、いいよ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 、ここだ。よし。いいよ、いいよ。ここ、バッチリだろう、多分。ほら、ほら、ほら。なんなんだ、お前は。難しい。難しいぞ、これ。よし。どうだ。なんだ、お前は。ん？おお、マグロ。マグロだった。マグロが釣れたか。そうか、そうか。おお、大物マグロ釣る達成。いいぞ。マグロが釣れるんだったらもう、じゃあ、あ、これ反対だな、これ。頭そっちだもんな。ちょっと待って。マグロが釣れるならもうね、タイなんかもう、あれでしょう、お手のもんっていうか、もう、タイなんかまだハードル低いでしょう、マグロに比べたら。よし。お前なんだろう、これ、ウツボ？あ、これ、なんだろうな。なんだ？アナゴ、あ、アナゴね。アナゴか。アナゴさんか。そっかそっか。この魚の通り道っぽいとこ、ここに落としとこう。ほら、マダイなんだよ、問題は。ほら、バッチリじゃねえか、ほら。なんでスルーしちゃった、今。まあ、ここ、よし、来た来た来た。来たぞ。ああ、カワニか。イメージだ。一体どうやったらタイが釣れるんだよ、一体。ちょっとタイ。さすがに、タイだけに大変だな、本当に。もう、タイだけに大変だな、おい。2回も行っちゃったよ、もう。頼むぜ。もうマグロも釣ったんだから。またカワニだ。あんまりこの辺に落としてもダメか。でも、この魚の通り道ね、こう回ってんですよ、ここだからね、絶対ポイントなんですよ、ここ。だけどね、これカワハギしか釣れないですもんね。これ絶対カワハギでしょう、これずっと泳いでるの。もう一回マグロ釣ってやるか、もう、じゃあ。だがな、もうあっち行っちゃったな、マグロは。どうしようかな。まあ、またここに落としてみようか。もしかしたら、でもタイってもうちょっとでかいよな、確か。
これ絶対カワハギの大きさでしょ、これ。ほら、まあ、あの猫は諦めてたじゃん。もう舌が肥えちゃって、もうそれはもう、よっしゃ。シラスだったか。結構ここもいいポイントになってるのか。うん、ここに行こう。あ、スルーされちゃった。来ねえか。ちょっと釣れ、あ、来た。あ、またあれだ、シラス。よっしゃ。シラスか。あ、このでかいの釣りたいな。ちょっとでかめですよね。よし、ここで待ってるぜ。海釣りっていうのはちょっと結構、あ あ、おお、いきなり出てきた。何これ。これ絶対釣りたいぞ。なんだ、一体お前は何なんだ。よし、どうだ。あー、くそ くそ なんだよ、ちょっと。あんなのが急に出てくるとはな、ちょっと。くそー。くそー。あ、でもあれもマングロだったのかな、やっぱりな。あのデカさはね。くそ、さっきのでかいの逃したのを考えると、ちょっと、何でもちっちゃく見えちゃうな、こんなのも。もう逃した魚が大きいとよく言ったもんだね、ほんと。あ、もうほら。もうちょっと、やはりね、サイド、散々言ってますが、釣りはもう精神が非常に影響するからな、それは。一回でかいのを逃したことでもね、その平常心というものがなくなっているから。ちょうどいい位置にいるじゃないか。ちょうどここら辺だな、じゃあ。どうだ、マグロちゃんだろう、あれは。マグロちゃんだろう。お、こっち来たか、細い方。でもでかい。でもでかいよ、これ。なんだ、お前は一体。慎重にだ。慎重に事を運ぶんだ。なかなかピクッといかない。よし、バッチリだ。よし。よーし。なんだ。ん、なんだ。よっしゃ。何これ、リュウグウノツカイ20。なんかレアチックなのが釣れましたよ。こんなのがいたのか。ちょうどマグロちゃんいいとこに。それでマグロちゃんも釣れたら最高だからな。あ、ちょっと過ぎちゃったか。でもマグロにしてはちっちゃかったな。さっき釣ったのとかね、見てるんで。このぐらいがタイなのか、じゃあ。あ、でもこれでっかいな。ここだ、ここで待とう。ここで待つぞ。さあ、頼むぜ。来ないか。スルーされてしまった。ダメだ。もう一度ポイントを離れてしまったら、もういくら待っても来ないんだ。くそー、やっぱりギリギリなんだな。ここで待とう。ここで待つぞ。必ず通るんだ、やつは必ず。ここだ、来い。クイック。よしよしよしよーし。釣ったるでー。これ合わせるのが難しいんだよな、なかなか。何回も出てる。よし、今度いった。今度はうまくいったはずだ。うん、マグロだ。よっしゃ。しかしこうなるとタイっていうのが釣れないぞ、ほんと。タイがなんで釣れないんだ。この辺に出るのかな、じゃあ。あ、ちょっと場所ずれ、あ、これちっちゃいな。ちっちゃいからこれあれだろう。あ、シラスだ。よっしゃ。まあいいんだがな。ちょっとタイ釣れないんですけど、本当もう。タイさんお願いしますよ、タイ。なんでマグロは2匹もかかってるの、タイが釣れないの？また来たよ、これ。シラスか多分カワギなんだな、これは。シラスかカワギなんだ。
タイで釣れるのかな、本当に。実は買わないと手に入らない。買わないと手に入りませんよ。よっしゃ。ちょっともうちっこいのしかいないな。これ釣ってみっか。なんかなんだっけこれ。アナゴちゃん？アナゴでしょうこれ。あ、こっちが来た。カニだなじゃん。カニね。カニうまいんだよね、これが。カニはね、私は、あの、ボイルも好きだから、あの、焼くのも結構ね、好きだな、カニは。ほら。まあ、十分釣ったな。釣ったからいいや。釣った釣った。終了しますね。もう何のゲームだかわからなくなってくるわ、本当に。まあ、それが、竜が如くシリーズの醍醐味でもあるんだがな、こういろいろと、あの、パチンコとかもあるからね。結局、ミミズダンゴムシの電話が全くないという。で、俺どこ行けばいいんだっけところで。あ、局長がお呼び立っているので、祇園に行くんだったんですよ。よかったら寄ってってください。もう、勝てっか、もうここでもう、めんどくさいから。あの、猫のために。どうせ釣れねえんだからね。タイ、売ってるか？タイ。ここにあるの全部釣れ、あ、まだいたじゃん。タカ。伊藤。まだい。まあ、買うかも。いや、なんかちょっと嫌だな、これなんか。釣れなかったから、あの、魚屋さんで買っていくっていう、なんかそのマスオさん的考えがね、ちょっと、これは最終手段にしよう。